えー、いいニュースっていうのは、もう皆さん気づいた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、あのー、チャット欄のね、下の方を見てくださいな。チャット欄の下の方に出てきましたけれども、えー、これ多分スーパーチャットだと思うんですけどね、そうですよね、これ。あ、そうですね、スーパーチャットとかそういうのが出てきましてですね、えー、使えるようになりました。これがいいニュースです。<laughs> スーパーチャットとか、なんとかチャットとかいうのがですね、 あのなんか使えるようになったということで、で、あのー、これとね、あのー、同時にですね、えー、でしたっけ、あの、スマホからのね、配信も、えー、できるようになりました。えー、ということでね、えー、まあ、今度ね、えー、ちょっとこう、スマホ配信でね、やってやろうかなと思っておりますのでね、えー、まあ、皆さんね、えー、楽しみになされていていただければと思います。 <laughs> あそこでねやってあげようかということでしてですねあ早速ながらにあこのね、えー、初めてのこのスーパーチャットですねありがとうございますいやもう本当にね、えー、ようやくねこう YouTube の機能が、えー、使えるということでしてですね、えー、誠にありがとうございます <laughs> いや、ね、本当にあの何ていうの こ,うこれから、ねえー、苦労ばっかりの、ね、人生になってくるんでしょうけれども、ねえー、皆さんに、ね、こうやって呼びかけてそして、少しでも、ね、こう日本を思う気持ちはみんな同じはずなんですよ、この人たちをこう集めることですよね、集めきれればなんとか、ね、日本が変わる起爆剤になるんじゃないかなと桜井は思っております。